高島平徹氏、応援リーダーの田上隆です。感謝ということで、今回ですね、高島平徹氏に2014年から2019年まで在籍してくれました谷口勲君に、ゲストに来ていただきました。感謝。いや、感謝の安売りすんな、お前。で、今回谷口勲君に来てもらったのは、第1節、2節と J3 リーグ今開幕しまして、リモートマッチということで無観客で試合が行われてたんですけど、鹿児島ユナイテッド FC はリモート観戦イベントっていうのをこの2試合やらせていただいて、ファンサポーターの皆さんと一緒にこの Zoom を使って、一緒に観戦をしたとっていう流れから、イサオの話が面白すぎて、で皆さん本当本当ありがとうございます。なんかありがとうございます。だから公式 YouTube の方でぜひ在籍して貢献もたくさんしてくれたし、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいなっていうのがあって、今回イサオに来てもらいました。感謝。感謝じゃない、安売りすんな。で、ユナイテッドっていうチームは2014年できました。一発目のゴール、谷口勲選手です。はい、ヘディングでね。そのおかげでね、6年間折れましたからね。いや直近あるから、まだ引っ張ってますから、あれ。JFL っていうリーグからスタートしましたけど、開幕戦、大分の地でね、ベルスパ大分っていうチームと試合をして、後半残り5分とか拮抗した試合でどうなるかみたいな時に、イサオがヘディングをコーナーからバチコーンって決めてくれて、今のユナイテッドのスタートがあるとですよね。ありがとうございます。これぐらいでいいかな、もう褒めるのは。大丈夫です。はいはい、ありがとうございます。で、今回やらせていただきたいなと思った企画が、2014年から2019年までイサオが在籍した6シーズンに在籍した、鹿児島ユナイテッド FC の選手でベストイレブンを作ってみようっていう、面白い、はい、はい、企画をちょっとやらせていただきました。で、例えばキーパーからって言って、僕もイサオも同時に出して、で、その選手をなんで選んだかっていうのまでちょっと簡単に説明してもらって、いいですね。で、最後その11人ポンと並べて、はい、どっちが強いかなみたいな、あ、懐かしいなとかいろんな人に思ってもらえたらいいですね。はい、思っております。じゃあもう早速いきましょうか。14年から19年まで在籍した選手、まずゴールキーパーからいきましょう。まあ迷いますけどね、もう俺はもうこの選手かなって思います。もうそのキーパーって言ったら、うん、この選手、あの選手もいるけどな。俺も一番思い出深い先輩がいるんですけど、そっちはやっぱ田野さんに譲りますわ。かぶるとか一番面白くないからやめようね。そうなんですよ、うん、同じことになるから、俺が一番もう尊敬しやまない先輩は譲ります。わかった。じゃあいい、まあ、この選手にユナイテッドは助けられてね、あの来たから、いきますよ、せーの、ドン。待って、そっちそう来た。伊沢はなんでアンジュス選手、いや、俺、シュン君書こうとしたんですけど、マジで田野さんに譲ろうと思ったら、俺はアンジュンスってやってしまったんですけど、ユナイテッドチームのチームって言われること多かったから、けどその中でもやっぱり J2 上がった年とかは、ジュンスにどんだけ助けられたかも。俺も一緒、同意見。J2 っていう舞台に上がっていく中でね、アンジュンスの好セーブ、ファインセーブっていうのは本当に力になったし、上田俊介とかさ、うん、山岡哲也とかね、うん、武田大とかいっぱいいましたけど、まあ本当にたくさんのキーパーがね、ゴールマウス守ってきてくれたからね、このチームはね。そうですね。その中でもやっぱり飛び抜けてやっぱ違ったよね。オリンピック選ばれてほしいですね。いや、それは間違いない。アンジュース頑張れ。はい、ということで、はい、2人ともかぶっちゃいましたね。そう来たか。じゃあ次、右サイドバックからいきます。お、いいっすね。うん、右サイドバック現役というか今いる選手はなしでしょ。ユナイテッドに今所属してる選手はなしですよね。そうだよね。右サイドバックね、むずいね。ほんますか。誰かな。もうこの人以上にサッカー上手い人いなかったっすね、多分ユナイテッド。え、マジで。はい、ちょっと待って、俺はこの選手の結構サイドバックが好きだった。あ、そっちね、うん、みんな大好きな方ね。せーの、龍平だ。はい、庭龍平君はね、僕と同級生でしたけど、天才。うん、天才。あんなうまい人おるんやって思いましたね。サッカー知ってる。
ただでも伊沢とかは怖かったでしょ結構。めちゃくちゃ怒られましたけどね。まあけど優しかったっすよねやっぱ後輩に対しては。で俺は伊沢。だいぶひねりましたね。インパクトが強かった。伊沢が右サイドバックやってる時の。本人目の前だからあれだけど、はい、自分がやれる仕事みたいなものを理解してたじゃん。めちゃくちゃ周りから言われてますからね。でもそれを全うしようとするあの真っ直ぐな姿勢が伊沢らしさが出てて俺は結構好きだったのね、はい、いやーありがとうございます。なんか俺は右サイドバック谷口伊沢でお願いします。まさかのありがとうございます。今んとここっちめっちゃ強いですけど大丈夫ですか。右サイド起点できる選手おるし。いやでも右サイド守備に関しては対人に関してはめちゃくちゃ強いから。ありがとうございます。次はじゃあセンターバック。センターバックじゃあ2人2枚かけましょう。いやむずいですね。センターバックむずいですね。これもう自分入れんとこかな。自分入れようかな思ってないけど。本当に強いや強いチームにしようよ。ね。俺はそう思って書いてる。確かにそれはそうやわ。人多くて難しいですね。じゃあいい選手いたじゃん。でもさ、うん、センターバックとかって監督の例えば好みとかさ、その監督がやろうとしてるサッカーにこの選手はハマるかなみたいな感じじゃん。うまくても下手でもっていう中で俺は多分どの監督にもこの人はあの使われるんじゃないかっていう2人を選ぶ。おーそうきましたか。俺ももう冗談とか抜きでいきますわ。本庄弘樹は書かんときますわ。多分8割の人わかんないかもしれない。え本庄弘樹わかんないですか。まあね鹿児島になっててほしいね。2014年在籍してくれたセンターバックですけど今 U15 鹿児島の、監督をしてくれてます。できた。伊沢できてんの。いやもう俺はもう真面目にいきますよほんまに。冗談とか抜き絶対自分入ってるでしょ片方。いくよせーのドン。あかぶった。あまあそうっすよね。そうこの2人かな。俺本気って言ってたけどなんでその2人なの。自分入れて自分はもうほんま希望です。できればこのメンバーみたいできればこのメンバーとサッカーしたいっていう希望です。なるほどね。なんやったら大会さんにも龍平さんにもももうバチボコ怒られてたじゃないですか。そうだよね、はい、すごい中で真ん中に出てたよね。はい、まあ、けども大会さんはあんなにくさび刺すのうまい人見たことないってぐらいうまかったっすよね。あんな簡単にパスを通せるのかっていう。しかも果実の先輩やから。あそっか、お前果実くくりきそうだな結構。果実やっぱ果実今2人入ってるからセンターバック果実じゃん。そうっすよ。俺はもうこれ間違いないね。そうっすわ。俺も多分自分入れてなかったらシュートくんですもん。2人とも人にもある程度強いしカバーリングもできるし頭もいいじゃん。頭いい。大会さんもシュートくんもほんまうまかったっすねやっぱね。でこの2人が俺はベストかなということで、はい、今センターバック決まったんで次左サイドバック。いや今無理な。バランス見ていいっすか。俺ほんまはこの人っていうのがおるんすけど、けどそれ入れてしまったら俺もディフェンスラインめちゃくちゃ怒られるディフェンスラインになって。俺もうそれで分かったよ。お前が書こうとしてた左サイドバック。左サイドバックはいやまあちょっと悩みましたけど正直決まりました。こいつしかおらん。こいつしかおらん。こいつっていうことは俺と多分違う。こいつなんて言えないもんこの方。こいつ一択でした。せーの。いやいや俺じゃねえかお前。俺のことこいつって言っちゃうの。伊沢しかも書き方一番雑だし振り仮名もないし。まあありがとう、ありがとう、一応ありがとう。田野さんですよ、やっぱり。この今決めてるチームの、キャプテン田野さんです、そこは。いや、俺のチームも、キャプテンは伊沢じゃない。あ、ちゃうんかい、誰いや、まだキャプテンは出てきてない。あまり出てきてないんや。出てきてない。っていうのはもう、圧倒的キャプテンシーじゃないですか。嘘でも嬉しいわ。いや、ほんまっすよ。俺はもうね、関さん。プレーで引っ張ってくれる感じ。長年支えてくれましたし、やっぱり流れとかこうサッカーを知ってたよね。あの龍平とも一緒だけど状況を見てプレーできるっていう。口数少ないけどプレーで見せるじゃん。はい、もう今こうしろしようぜみたいなのさ。プレーと携帯ゲームで見せましたね。携帯ゲームのことはあんまり出さなくていい。プライベートのところまあ好きだったけどね確かに。でも俺関さんがすげえ俺に優しくしてくれた時携帯ゲームで繋がった時だった。え、あんだけ怒られてた田野さんが優しくしてたことがあったんすか、うん、そう、はい、左サイドバックじゃ決まりということで言い忘れてたけど、はい、フォーメーションはお互い 4-4-2。 はいはいはい。じゃあ次は中盤に入りますね。じゃあ右サイドハーフから、はい、誰やろ。いや、ここ結構熾烈ですよね、正直。そうだね。いや、熾烈だね。じゃあ行きましょう。せーの、ドン。あ、ワンチャンね。
俺もシティチョコパソだよ。パソは世界で一番です、こいつは。マジでうまかった。18歳で鹿児島来たよね、確か。で、タイ代表とかもずっとね、年代別とか入ってて、18歳でアンダー20に入ってたんじゃないかな、確か。世界の大会とかも出てましたけど。早い、うまい、賢い。シュートのパンチ力もえげつなかったですね。シュート力あるし、シュートも上手だった。え、伊沢？ワンちゃん、ワンちゃん。いや、だってもう、すごかったじゃないですか、キック。ユナイテッドで言ったらもう歴代ナンバーワンは間違いなくワンちゃんでしょ。キックね、やばいよね。ということで、ボランチじゃあ2人行きましょう。そうやな、ちょっと豊富ですね。そうだね、ボランチいい選手いっぱいいたしね。やっぱこれかな、鹿児島といえば。いやー、くそ。あ、違うな。結構迷ったけど。いや、俺としてはもうこの、ここですわ。いい？はい。行きましょう。せーの、ドン。お前なんで縦書きなの？まあ、分かるけど、赤尾明と、西岡健太。はい。もう俺ちょっと気になったんだけど、2人とも伊沢と同じ鹿児島実業だよね。気づきました。うちのレジェンド2人引っ張り出してきましたわ。いやいや、待って、センターバックの大会さんも鹿児島実業だよね。はい。あ、ワンちゃんもじゃん。右5人、5人今5人。すごいね、果実すごいっすよ。だから言っていいじゃないですか、フォワードにもね、田原豊さんもおるし。確かに。俺はもうこれアキラとコウスケ。まあそうっすね。アキラはもう共にこうキャプテン、副キャプテンみたいな感じでチームをね、歴史を作ってきた感じもするし、話さなくてもなんかもうお互いの気持ち分かるぐらいの感じだから。で、コウスケはもう高校時代から一緒だから。俺、コウスケさんが出た試合はね、安定感が違いましたよね。泥臭いプレーもするし、正確なキックでサイドチェンジしたり、こう技術的な部分も見せるじゃん。まあ、どんな監督にも合いそうだよね、コウスケは。そうですね。っていうことで僕はこの2人でした。はい、はい、次どこですか？左サイドハーフ。左サイドハーフ、一言で言ったら天才。あー、一緒っすわ。いくよ、いい、はい、左サイドハーフ、せーの、ドン。だよね。でも渡辺くんも上手かったっすね。天才、本当に。パスも上手いしね、運べるし、シュートパンチあるし、ね、周り見れてるし、顔もかっこいいしね。そう、ルックスも最高だからね。俺も渡るにはかなわなかったよね。顔ですか？顔はもちろんだけど、勝てるって言ったら、勝て、髪の毛はもうしょうがねえんだけど、中2からずっとこれなんだよ。渡るっていうことで、まあ、長畑もいたんだけどね。そうなんですよ、俺もそう思います。だからね、っていうことで、もうあとフォワードじゃん、残すは。じゃあいよいよ、フォワード。どうします？もうあれ、あれなしにします。あの日、あれはちょっと卑怯だもんね。ねえ。卑怯というか、うん。でもベストなチーム作んないといけないから、やっぱいいんじゃない？鹿児島は入れた方がいいと思う。抜きには語れないですもんね。もう彼を抜きでは語れない。この人は、だってこの、この YouTube があるっていうのをリツイートするだけで観覧数ビャーン増えるでしょ。間違いないね。あ、一人ずつ行きましょうか。 OK、 じゃあ一人ずつ。フォワードはどっち残します？そっち残します。でも先にもう出そう、これは先出しとこう。いや、もうこれはね、もう間違いないもんね。笑いの方なしですよ、この。え、佐野さん、こうやって大きく振りかぶったとき、大体違う。これで山田角なしっすよ。いい？はい。せーの、ドン。まあ、そうだよね。うん。藤本紀明。これ間違いないね。だってもう、あんな期待に応える人間いないでしょ。勝負強さっていうか、アウェーの北九州戦覚えてます？はいはい、あの、ハットトリックしたときね。あれ前半全然ダメだったの覚えてます、はい、ハーフタイムめちゃくちゃ怒られて、後半入ってこのまま悪かったら変えられるんちゃうかってぐらいのね、やったっすけど、結局ハットトリックしてヒーローで帰ってきますからね。すごいよね。しかも誰に何言われようが別に全然気にしない、あのメンタル。あんな肝座ってる人間いないですね。大事なとこで全部決めるのすごくないですか？ PK も外したとこ見たことなくないですか？見たことない、一回もない。大事な試合で止められたことないんちゃうかな。あとなんか1対1、うん、めちゃくちゃ決めますよね。その当たり前のやつを絶対決めるじゃないですか。いや、多分だけども、あの、見えてるんだと思う。なんか線がここに打てば入るみたいな、いるっていうじゃん、そういう人。はいはいはい。パスの道が見えるとかさ、はい、やっててすげえ思ってたんですけど、ノリ君にぶつかられたら痛いんですよ。硬いよね。硬い。体幹とバランスなんかな。そうは見えないじゃないですか、正直。
一ファンですもん、もう今もう時期俺いろんなとこ行って俺が俺藤本と一緒にサッカーしてねんでって言い始めますもんもうじゃあこれぐらいにしときましょうか、藤本選手の、はいはい、話は。あと一人ね、大事だね、すごく。ノリと一緒に組むフォワード、ユナイテッド FC2014 から2019まで在籍したフォワード。すいません、もう俺もたくさんの、もう田原豊さん含め大好きな先輩いっぱいいるんですけど、うん、俺も大好きな人間書きました。なるほど、はい、もう大好き。好きなんだ。大好き。俺も大好きな人書いた。いい、せーの。あ、キリノね。お前雑だけどそっくりだなキリノね。俺もキリノ書こうとしたの。でしょ。でも俺は自分の名前書いたんだけど、ノリと組んでやってみたいなっていうのがすげえあって、ずっと前から。いや面白いですね。確かに佐野さんやったらいけると思うわ。何回かオプション的な感じありましたよね、途中から。あ、うん、前でやったやった。やりましたよね。やったね。でもあの時も楽しくて、いや生き生きしてましたもん。やっぱ田野さん前で出た時は、後ろのプレッシャーないから、後ろのプレッシャーがないやめろ、後ろでボール持つの怖いから。後ろで俺がプレーしてる時結構おどおどして、お前プレッシャー感じながらビクビクしてるとか言うな。めっちゃ恥ずかしいじゃん。いやそうだったけどね。ヒリノはそれこそね、 J2 昇格した時にヒリノくんが FC 東京アンダー23との試合でさ決めてくれたじゃん。決勝弾だ、決勝弾。実際だってあのキリノのゴールがなかったら昇格厳しくなったと思う。やっぱキリノは すげえな。キリノ相手な、キリノに。ということで、はい、ベストイレブンで揃いました。はい、え、めちゃくちゃ強いやん。発表していきますね。キサオユナイテッド、キーパーからアンジュンス選手。アンジュンス。右から庭龍平選手。龍平さん。谷口勲。俺ね。上本大海さんでしょ。はいはい。で、俺でしょ。まあ、この辺も、ここも穴だな、ちょっと。もう一個あったな、これ。いやいや、お前、言うな。お前が言うな。で、渡るです。でも、渡るがいることが大きいの、俺の中で。ね。この前にね、持てる人が。で、はい、西岡健太。テンポ出ますからね、健太君入ったら。健太今、U15、鹿児島のコーチしてるからね。はい、で、赤尾君でしょ。もう何歩でもパス出せるから、明君が。しかも守備でもね、頑張るから。うん、で、ワンでしょ。キックはもうこれで問題ないじゃないですか。フリーキック、コーナーキック、全部チャンスになるからね、これで。で、キリノがワンちゃんと一緒にずっと組みたい、組みたいって言ってたんですよ。あ、そうなんだ。それは、もうほんまにキックの精度を見て、うん、はい、ワンちゃんがおったら俺は得点を取れるって言ってましたね。で、フォワード、藤本選手。で、キリノ。キリノに相手は、あんないやついないっすよ、ほんまに。すごい、強い。強いっすね。っていうのが、はい、イサオユナイテッド。で、もう一個、こっち、はい、豊かユナイテッド。キーパーでしょ、アンジュース選手でしょ。はい、はい。で、右からイサオ。ありがとうございます。ここはね、縦の推進力も上げて、帰ってきて守備に集中するみたい、集中するみたいな。それだけでいいって言われてましたもん、俺。そう。で、シュートでしょ、強化部の方で働いてくれてる田中修斗君。それから大会さん、これですよね。で、関さん。うまかったですね。うまかった。右から、いや、シティチョクパソ。はい、パソ。はい、タイ代表にも入ってるからね、あの、世代別の。で、赤尾明、ここも一緒ね。で、ボランチの康介。康さん。で、井上渡る。関さんと渡君のやっぱ、ラインは強いですね。そう。ところ、あ、コンビがいいわけよ。で、フォワードが一緒、ノリと。まあ、これは願望だな。俺、一緒にちょっと、スタートからフォワードで組んでみたかったなっていうね。これが、この三鷹ユナイテッド、伊佐ユナイテッドですね。これで試合してみたいけどね、どっち勝つかな。面白そうですね。ということで、はい、これが谷口伊佐君、それから、私、応援リーダー、田上隆が選んだベストイレブンと、はい、完全に自己満の絵で終わらなければいいなと思いながらやらせていただきましたけど、今、谷口伊佐君と僕、実際楽しいんですよ、こうやって決めてるのって。なので、皆さんにも、ぜひご自分で、ユナイテッドの前にベストイレブンとか、いろいろ縛りをつけて、お友達と作ってもらったりとか、鹿児島マイベストイレブンでハッシュタグをつけてツイッターとかね。ということで、今回は谷口勲くんにゲストとしていただきました。最後、じゃあ皆さんに一言。引退してからまさかこうやってね、佐野さんとかもそうやけど、みんなとこう関われるとあんまり思ってなかったんで、すごく嬉しいです。ありがとうございます、いつも。なんかありがとうございます。呼んでください。じゃあまた次回、また違う企画で、もしかしたら呼ぶかもしれないんで、好評だったら。はい。
その時はよろしくお願いします。グッドボタンもらわないですからね。グッドボタンお願いします、皆さん。高評価ボタンお願いします。グッドボタンお願いします。じゃあチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。